さて、本日もあのミューテーションでプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。では行きましょう。一応前回まではね、前回まではこの電力回復ね、トーマスによると現在残っている唯一の出口は通気口しかないそうだ。しかしそこを通過するには地下の基地全体の電力を回復しなければならないってことでね、発電機の修理に向かってたんだよね。で、あと一個ね、武器ショップのね、店主が武器の設計図をなくしてしまってね。で、どうもそれがね、このね、42号道路の地下にあるようなんだよね。これも探しながらね、プレイしてんだけど、なかなか見つからなくてね。で、一応この電力復旧は今ここまで来てんだけどね。まあ、このトウモロコシジュースのね、お店がなぜかここにね、開店してたりとね、謎も多いけど、まあ行きましょうかな。で、一応ね、まあ、いろいろ探索しつつね、ここまで来たんだよね。そう。探索しつつここまで来て、で、こっから、まあ、変電機プラットフォームに行くわけですね。ここね、トーマスからの位置情報と同じだわ。ここに人がいないということは、きっと上ね。上に行くわよ。オッケー。まあ、トーマス、一応ね、ここの、あ、地下ね、42号道路の地下のね、この謎のポイントにね、まあ、トレジャーハント行きたいんだけどね、まあ、大失敗してね、まあ、もう脱出したいって言ってんだけどね、あ、これ上行けんのか。あ、おっと、拾う。カップ麺の紙箱からか。オーネス版。よいしょ。で、上こっちかな。で、このね、あのミューテーションにもね、どうもな、アップデートが来るっぽくてね、早くも。で、なんかコンテンツもね、新コンテンツっていうか、クエストなんかも追加されるっぽくてね、まあ、それ、来た後で動画ちょっと撮ってもよかったんだけど、まあ、ちょっとストーリー忘れちゃうのちょっと嫌だからね、まあ、ちょっともうプレイしていこうと思っております、そのまま。まあ、でも、じっくりプレイだからそんな先に進まないからね。助けてくれ、びっくりした。この虫どもめ、トーマスが言ってた生存者だね。トーマスのお友達、先に電気を復旧させるわ。すごい言ってる。先に電力を復旧しちゃうと絶対にさ敵来るよね。絶対に敵来るよな。まあ電力復旧するか。あ、でもまだ武器振れないから戦闘はないかもしれない。来るよね、来るよね。発電機が起動したら、いけない、虫が。あ、来るね。これで一気に OK。 余裕余裕、全然余裕だわ。余裕すぎる。どっかダメージ入るのかな。 100% だったんですけど、多分ここにダメージを入れに行くのかなみたいですね。 OK。 うわお、はい、どういうの。タコやった。やばい。やばい。ここだ。後ろか。シールだよな。シールだよ。くそ。やばい。あと見るし、まずシールが剥がれる。ここから一気に。改造シールだ。ここで、ほっ、まず一回見る。シートが剥がれればなんか謎が。許せない。この体験の間合いが。まずい。あ、弱点っぽいな。
まずい、発電機がまずいな。あ、そんな動きすんの？しかも結構やばいよ。あ、まずい。やちょっと待って怖いな。ちょっと待って待って、デカ盛りするかもしれない。ほい、あっちゃう、量がえぐいな。守りながらだと、これ先にあのデカブツガンガンやった方がいいね。くっそ。とりあえずどうしようかな。回復とかあるよね。多分だけどあるよね。デカブツがちょっとまずいね。シールドをガンガンちょっとね、溶かさんとだけど。発電機が起動したわ。いけない、牛が。初っ端のボス戦をちょっとミスったな。まずは軽くウォーミングアップで始めるべきだ。爆発するやつはさ、こいつでささぐってこうワンパン倒せればいいけど、そううまくいかないからさ。やばい、ちょっと待って、銃で撃つみたいなのかな。もううまく見ていけば、真ん中で戦えば、変装手段に出番だね。これでこう投げて、
死んじゃうぜ。まっか、こんなに来んの。やべ、死ぬ死ぬ死ぬ。見たけどな。分かってる分かってる。こっちになかなか。あっ、そう。まずい。まず死ぬ。ここでまとめなんだけどな。ゴリゴリで行けば。そうはならんやろ。当分か。なかなかの激戦だったけど。なんだ。あ、動く。なんか後ろになんかまがまがしい機械があるけど、これは主人公かな、アンかなの昔。あ、違う、ライディングプロレス。もしまたやったら。なんだこれ。な、なんか急に何この。ジャンプ、あのなんか某エヴァー的な感じのノリは。なんだこれ。セカンドインパクトなんか起きたか。登るライデンフロレス。あ、弟と兄だね。仕方がないな。いいのよ、ずっと隣で守ってあげるから。優しいじゃん。過去の記憶が走馬灯かな。後ろの機械だっちゃ何だろうね。アンティック来るね。ライゲンかな。夢か。どういう。ことだ。で、発電機は起動した。で、エレベーターが降りてくる。ちょっと怪しい人がいるんだけど。まあ、多分。トーマスのお前だね。命の恩人だって言ってる。トーマスが君に俺を助けてくれるように頼んだのかい。まあ、そうだけどね。あなたの友人も私のダーリンが助けてるの。本当にありがとう。まあ、闇市で手に入れたものなんかくれるって言ってたけどね。まあ、お金に困ってなければね、こんなところまでは来なかったよって言ってるね。まあ、みんな一応やっぱね、トレジャーハント、まあ、お金に困ってね、ここまで来てんだけどね。お、クライミングの修理に使う動力推進器になるよ。なんだそりゃ。最後まで見送りくらいしてやりたい。
一緒に行きましょうって言ってるね。通気口へ向かう。動力モジュール2段ジャンプできるのか。こっち行けないの。あ、ちょっとこう奥とか見たいね。マップ、よし、 あったあった。これは一応ね、その武器の設計図が落ちてないかなってちょっと、ね、探してんだけど。エスパナ、酸素ボンベ、携帯電子機器ないな。一応目標としては通気口に向かうだけど、この上のエレベーターはなんだ。通気口がこの上なのかな。でこっちは、充電器。あ、なんか、あ、体細胞の本能の融合に失敗したため、目標実験体のデータ発送。ここのね、こう廃工場なんかね、実験もどうも行われてたみたいなんだよね。ちょっとお話聞けるかな。友情見送る。あ、宝探しに関して、実力がないくせにわざわざここまで来て。まあそうだよね。トーマス、ここで起きたこと。あの気持ち悪いもののせいだよ。トーマスに戻らないといけないんだけど、このエレベーターシャフトちょっとなんだろうね。使ってみるか。3階に行ける。武器設計図はどっかで寄せんじゃないのかな。ちょっと俺は睨んでるよね。どうかな。ここなんか、あ、一部屋だけか。ここはなんだろうな。あ、ニャン心臓だ。来た、ニャン心臓。なんかさ、変な音してるけど大丈夫。そこなんか死体っぽいなんだけど、これ、こいつがさ、武器屋さんから設計図がね、一緒に盗まれたんだけど、こいつじゃないの。この人はもう、ああ違う、補修作業員と一緒に来た人だと思う。調査する必要ないか。あれ、変な音してるな。上なんかめっちゃなんか寄生生物なんかいない。気のせいかな。いや、なかなか手に入んないな、武器の設計図。マーカー持てないからね。まあ、ちょっと探しながらちょっと行きましょうかな。って言ってもね、隅々、あ、体ますますひどくなってない。あ、もつれかね。体調データすごく大きな乱れがある。大丈夫なんかな。あん、とりあえず2段ジャンプ、いいね。あ、またこいつ仮面をつけた女。これなぜついてくんの。さっき何が起きたか知りたい。今謎の幻覚か夢か分かんないけどね。超越次元と呼ばれている。何？
夢ではなく実際するパラレル空間、何マルチバース的な、あなたの頭からそこに入れるの。また中国しに来たの、彼女に利用されないように。彼女誰だ。まず弟を探しに行きなさい。時が来たら答えてあげるわ。彼女、超越次元とか異常とか、何よりなんで私の夢を知っているの。彼女は一体誰なの。誰なのかな。マジでそうでもね。え、どういうこと。超越次元、なんかもう話が多くなってきたね。別世界パラレルワールド、サイバーパンク的な世界観とはまたちょっと違う感じですよね。あ、なんかちょっと会話が成り立たなくなってる。とりあえずトーマスのところに戻ろうか。トーマスのところに戻って、あ、なんか寝てる。こいつ絶対強いよ。え、ドイツやっちゃばだん。これに行こう。やばい。みたいな。落ち着け。うわ、そこに電気もあるね。地道に行こうか。HP が目の前。早めに。HP が見ないのに痛いね、ちょっと。あ、来た。足ないか。ザコも来る、すごい。それ到底やろ。まとめてダメージ入れば悪くない。くんのね。いや倒したいなあいつね。倒したいな。一応倒せなくはないな。慎重に行けば倒せなくないね。あ、これここさ、あ、いけないか。倒せなくはないぞ。いける。やるぞ俺は。すげえ。あ、それ当たる。来た。当たってない。ミア作る。オッケー。来る。よし。来る。雑魚かな。あら、ちょっと回避を消すのに雑魚いっちゃうよこれ。一旦回復して、よし。あ、
あ、出た、出た、出た。回復して、いや、1個しかない、あと。回避。OK。2発。逆見た、逆見た。2発いいよ。弾を掴んだ。来た。ほっ。どうよ。知らない。やったか。やったね。なんか草とポイントないった。こいつ倒して5ポイントもらえる。こいつ倒して5ポイントちょっと少なくね。30ポイントぐらいくれてもいいよね。絶対ね。でも一応なんかアイテム手に入ってたけど、ちょっと見てみようか。これか。なんて読むのかな。いや、戦争かな。クラフト関連かな。よし、ちょっと HP 回復アイテムはちょっと少ないな。ここ、届かないか上。式コインか。さっきもさ、上に行きそうなとこなかった。一応ね、武器の設計図とかに隠されてる可能性があるんで、ちょっと上とか行けそう。こことか行けない、行けないね。あ、待って、これ行けそう。乗れないか。あ、乗れる。これ上行けそうじゃない。そこね、行けないか。え、行けないな。どっか上に行けそうなとこないよね。で、安全第一。全然安全そうじゃないけどね。ここさっきの上にちょっと行きそうなとこあったんだけど、こっち側ね。こっちの上とかに行けないか、そこ。行く、絶対届かない。絶対これ見たね。見たわ、やっぱり。現状見たわ。行こう。一応ね、まあ武器設計図報酬欲しいからさ、ここの上取ったね。ちょっと見ていかんとな、しっかりと。電力システムは全て復旧したわ。これで換気室に入れる。行こう。オッケー、これで換気室に。待って、ここら辺とかさ、あ、そうそう、こっち前回開かなかったんだよね。そう、電力復旧してますね。これでなんかないか。違うな、ちょっと見ていこうか。あ、これで入るとこあるね。で、これ通気口でしょ。で、ここにハテナがある。通気口はちょっと待とうか。ここなんかあるな。通気口はこの奥だから、もうちょっと見よう。なんかないか。拾う。納豆。最近港エリアに移り出ると、友人たちが例の謎のコインを売って、このコインね。このコインがなんか人気らしいんだけどね。拾う。あ、違う。あ、コインだ。ゲームコインではないんだよね。あのコインがちょっと人気らしいんだよ、なんかね、マニアの間で。くそー、設計図見当たんねえな。こういうとことかになんかないかな。アイテムスキャンとかできればいいけど、そういうのないもんね。一応ね、あらかた全部見てるからね。あらかた全部見てますんで。
るとしたらね、ここにね、開かないロックかかってるね、宝箱あって、そこなんだよな。ちゃんと話してみよう、トーマスね。あ、通気口へ向かう。もう最大よ、通気口。お帰り。そう、友人は無事よ。面白いか、あそこにいるみたい。少しお願いがあるんだけど、なんだ。あなたのそばにいる友人が操作が得意なようだから、もしできればこの価値のありそうなものは一体何なのかを調べてほしいんだ。なんだ、もしかして武器の石図じゃない？助けてもらった恩もあるし、助けたのこっちだぜ。金貨で作られた特殊な素材置いている市場ではもう取引されていないようだ。成分を調べるために10枚の金貨を集めてくる必要がある。そうだよね、彼を救ってくれた、本当にありがとう。で、コイン一応見つけて薬剤師に調査してもらう。ちょ待って、え、コイン持ってるよね多分もう。アヤネは、スコープシティにいる薬剤師の友人のところへ行くと提案する。提案してきた。多分もう先に俺がさ、コイン集めちゃったからさ、多分もうそのセリフがないのかな。一応さっきの多分コインだよね。ちょうど10枚集まってるからね。薬剤師か。了解了解。武器設計図ないんだよな。ここ開くようになった。開く。あ、まあ、ダメだ。ここ開かないわ。見つかんないね、武器設計図。もしかするとこのクエスト後にもらえる可能性もなきにしもらってたね。他のサブクエが他のサブクエにつながってるパターンじゃないかな。まあ一応ね、ここにはね、ライエンね、弟の調査に来たんだけど、まあ一応その弟のことについてもね、ボイスメッセージで分かったんだよね。まあちょっとかなり大きな陰謀に巻き込まれているみたいなことを言ってたんだよね。まあ、薬剤師とちょっとじゃあ持っていくか。ここがどうも出口かな。通気口ね、行ってみよう。武器が出る、怪しいな。うーわ、あのスモークは何？毒ガスだが、無理に進むのは危険ね。まず毒ガスを取り除かないと。ですよね、毒ガスか。他の方法を探した方が良さそうね。近くのファンが使えるかもしれない。行ってみる。近くのファンか、ファンか。ここ行って、こっち行っていいだよね。あれ、ファンに虫の卵が見つけられた技術を使用したってわけね。不思議の虫か。くそ、タイミング強いな、こいつ。回復するのか。普通に HP やばいな。ちょっと回復アイテム多めに買っとく必要あるのこれ。よし、 OK、 3本のゲッチュ。これか、これどうすんのかな。気が済まない。気が済まない。うわ、びっくりした。あ、待って。ぶな。これで、多分だけど、ほっ。よし。発電機。毒ガス大丈夫あれ。
これで通常攻撃も大丈夫、でもジャンプしたか、大丈夫か、ジャンプした OK で、しか足場ね、びっくりした。で、こっちさっきの裏側か、なんかいるね、感動する。よし、上いんのか、こいつ、こいつ地味硬いんだよな。ガンガンシールド剥がせるべきかもしれない。シールダメージアップとかそういうこう、なんていうかな、欲しい。よし、またシールが、このなんていうのかな、攻撃決めちゃうとシールドは一気に回復しちゃうの、ちょっと痛いね。決めなければずっとそんなかな、でも多分何キーかで回復すると思うんだよね、シールド。まずだ、止めるのか、ああ、ここちょっと待ってんのか、あー、これ発電機をオンするとあそこね、この上なんだ、あ300回復、地獄死原因なんじゃそれ、HP 回復ちょっと取っときたいな。あとはもうその敵出ないでしょうって勝手に思ってるけど、出るかな、下なんかある、石器じゃないこれ、来い、あ違うな、このゲーム地味にアイテム高いので、あの高いんで、よいしょ、マジかよ、下降りて大丈夫だ、内側ちょっと分かんないけど、下これ降りてんのかな、いるね、やばい、2ポイントないんだ、こことかなんかありそうだなっていう、ちょっとこう、うわーマジかよ、まずいまずい、1しかない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 、落ち着け、まずい、これなんかいるね、こいつか、まだいる、まだいるね、わ見えないやついるわ、ねえな、よし、出て口がこうかな、下まで、なんか持っている、そんなにした、よし、でここに発電機がある、よし、そこか、ブーン、で、こっちか、でここを破壊する、オッケー、グルーンポイントだいぶ入ってきたね、あとどまない、あと届かないか、敵倒していけばね、グルーンポイント手に入るんで、敵は倒していくべきだね、そうすれば強化もできるしね、
ってないな武器の設計図。薬剤師に検査してもらう。あとこれがトラベルポイントね。ちょっと待ってた。これがトラベルポイントですね。解放しとこう。グルームシステムの能力配分を最適化しよう。オッケー。アビリティ。あとマシでいいや。です。これでオッケーか。で出口ここかな。こっちも調査できるのはいろいろ。タブボタンでさ、マップを見ようとしたの。あ、めっちゃなんかいろいろあるね。通気口。よし。本日、ここまでにしよう。ちょうどキリがいいからね。まあ、あとは、出口まで行くぐらいかな。一応もうね、通気口の電源じゃなくて、この設備の電源入れたんで、あとは脱出だけですね。よしよし。ってなわけで本日もお付き合いいただきありがとうございました。まあ、一応ね、サブクエもちょっと受けたのと、あと武器設計探しかな。で、なんか、更新されたね。ちょっと、謎の不足。クエストが更新された。なんだ、暗く汚い水路には、放浪者と呼ばれる生命体がたくさん集まっていた。彼らの体には様々な症状が現れていた。おそらくメカウイルスの患者だろう。彼らの病気の程度によってそれぞれの、身体機能にダメージを与えていた。部のものは理性すら失っていた。急にストーリー進行したけど、放浪者たちってさっきの人たちか、それともこの先にいるのかな。まあ、ちょっとわかんないけどね。まあ、次回ちょっと、またこのね、謎の、まあ、地下施設についてちょっとがっつりと、もうこう、漁っていきましょう。追求していこう。よし、てなわけでね、本日もお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければね、また次回もぜひぜひ見に来てください。ではでは、お疲れ様でした。